マスタードブースキャンって逆に何をするの？試験的にさ、指示通りに組み下げ3回マスタードブースキャンできれば成功だ。あ、なるほどね。マスタードブースキャン失敗になるぞ。まあ、失敗にはならん。マスタードブースキャンに失敗は基本ねえんだよ。はい、職業モンスターマスターの時に使える特別な能力、本当にカードごとに違う能力を持つっていうとんでもない性能を持つんですよね。モンスターにどれでも好きなカードをダブルスキャンできるって、そうだから失敗は基本しないです。モンスターに対してアイテムカード、スペシャルカードをダブルスキャン可能。そうだね、モンスター同士アイテムカード、スペシャルカード、もう何でもできます。それぞれ違う効果を持つんですよね。んで、まあ、似たようったりとか、介護感、上位互換みたいなのもありますけど、全部違う。だから、下手にマスターダブルスキャン適当にしちゃうと、自分の首を逆に絞ることになるっていうね、ちょっとリスキーな話ですけど、やったら世界が変わります。おすすめしますよ。モンマス、私と一緒に、どうですか？そうね。普通のダブルスキャンが成立する組み合わせの場合は、普通のダブルスキャン、そうだわ。確かに。だから、めちゃくちゃ強いダブルスキャン持ってても、それが、なんか、ナイトリッチのスキャンできないとかね。ああ、それは確かに。スライムのカードにドラキを試してみるがよい。なんだっけな、効果。一見なんか全部カードあって、どうすりゃいいのってなるじゃないですか。ただ、自分がよく使う効果とか、比較的強めの効果、汎用性の高いマスターダブルスキャン結構あるんですよね。ぶっちゃけ。まあ一部一覧出しとくわ。だからそのあたりさえ覚えておけば別に何だっていいんですよ。はい、同系統の効果もありますからね。さあ、ゴールドクッションのドラキーは回避の素早さが大幅にアップする。そうだったんだ。こんなもんですよ。マスターブスキャン、こんなもんですよ。意外とモンマスずっとやってるの。だからそんなにね、いや、カード多くて覚えられないよって人もいるから、そんな意識する必要ないんだよね。実は同じ同期でもコレクションを使うとパワーアップする効果が異なるぞと。その通りです。好きなカードにロトコレクション、ああ、はい。好きなカードにロトコレクションボストロール付き合わせ。それはいいんだけどさ。ロトコレクションボストロールってことは、ボストロールをスキャンしちゃいけないってことですか、これ。ここで、好きなカードからだからって言って、ボストロールを本当にスキャンすると、マスターダブルスキャンにはならないですね、確かに。じゃあ、まあ、なんでもいいんで、メタルスライムにボストロールでいきましょう。マスターダブルスキャンチャンス。はい。さあ、3枚目です。ロトクッションボストロールは1位時間大幅です。そうだけど、そうなんだけどさ。自分だけのパワーアップを探すのだ。最後はどれでもスキャンスカウントスキャンス。あ、はい、了解です。じゃあ、スライムスにします。あれ、なんか出てきそうなんだけど大丈夫かな。こうすると、今までのマスターダブルスキャン効果は全て無に返されます。私は師匠の教えをちょっと破ってる感がね、半端ないんですけど。どういうこと言ってくれるの？マスターダブルスキャンの効果全部なくしてあげたよ。全部なくした。よし、勝ったよ。なにこの画面。ちょっと待って、この画面もチート使ったみたいな画面が出てるよ今。いや、ちょっと待って、見事だもん。ある意味見事だよ。そのありえねえ画面が出たの今。今絶対システム上ありえねえ画面出てきて笑ったわ。へえ、トレーニングって無慈悲なのね。さあ、ウェポンダブルスキャンはバトルマスターが行えるダブルスキャンですね。武器と武器を合体させましたり、武器を強くしたりするっていうマスターダブルスキャンです。まあ、マスターダブルスキャンって言っちゃったわ。というわけで、多分バトルはないだろうけど、職業はバトルマスターの時に使える。そうだね。何をスキャンするんだろう。合体武器かな。成功すればその武器はパワーアップしたり、組み合わせと全く別の武器が装備できる。そうだね。メタルウィングとかね。メタルウィングをこの俺忘れねえぞ。レポンダブルスキャンチャンスと勝利。はい。他の方は失敗になって、まあ、でも、このゲームに至っては、結構親切なことに、他のカードがそもそも出てこないんですよ。鋼の剣のカードで山賊の。ってことは、斧が優先されるね。鋼の剣に斧を装備するとですね、これ実は意味ないですよ。山賊斧をスキャンすることによって、斧が優先されるはずです。おお、なんだお前ら。そう、斧が優先されるんで、別にここは関係ないです。ここの順番は関係ないね、本当は。多分今、山賊斧から行ったら、多分、バーンって言われそうだったけど。多分、バーンって言われるんだろうな。
メボのダブルスキャンにもちょっと法則性があるんですよね、実は。言ってくれるから、これ師匠。スキャンによっては、メボのダブルスキャンした側になっちゃうっていう、言ってくれるのかな。さあ、師匠の言葉。剣闘のウェポンダブルスキャン、力がパワーアップして、斧が優先されるって言ってくれる？言ってくれない。はい、次何？合体武器でしょ、多分。新たな武器を生み出してみる。武器融合。ビッグバンか。破壊の剣に不向きの斧ですね。はい。これは僕もよく使ったし、みんな出た当初はこれ強いと思ってたもん、自分も。お前ら何なんだ、死神騎士ダークナンサー。わざわざ出てこなくても。まあみんなね、大好き、ザンマ刀です。まあね、暗黒属性の攻撃の単体攻撃、ビッグバンの光爆発攻撃が行えるっていうね。特にバトルマスターっていうのは、敵の弱いところを狙う、弱い敵を狙って攻撃する使用上、この単体攻撃しかないこの武器、非常に相性がいいです。なので、ザンマ刀を使う人多かったですね。最後はみんな見なくなりましたけどね。はい。自分だけの組み合わせはなかなか発見できないけど。そこまで。いや、ここで止めんな。真の力は武器融合にある。そうとも限らんと思うよ。そうとは思わないです、僕。ウェポンダブルスキャンの真の力は、どっかのスターライトを強化することになると思うんですけど。そうっすか？さあ、今度はね、マジックダブルスキャンです。まあ、理論は、バトマスと一緒ですね。だから、バトマスのウェポンダブルスキャンが賢者専用になって、杖ができるようになったよって感じだけです。なんで、特に、特に気になることはないですね。はい。なんで、まあ、バトマスと一緒ですね。杖によって能力がアップとか、武器融合もあります。はい。で、今回何を指定されるんでしょうか。特になんか面白くなさそうな気がしてきたな。はい。杖がパワーアップしたり組み合わせるって、なんと新たな呪文が使えるんだ。まあ、武器融合ですね、それが。はい。次は何言ってくれるの？魔導士の杖が威力の杖。はい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 。まあ、これは、さっきのバトマスと違って、杖が絶対強化されます。融合しない限り1番目の杖が強化されますね。はい。なんで、バトマスみたいに2枚目のウェポンをダブルスキャンした斧の方が優先されるとかそういうことはないんで、順番を間違えると偉い目になります。でもパスしちゃう！でもパスしちゃう！何何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 そんな無慈悲に。まあ結構固定されてるんでね。バトマスの武器には結構違ってくるし。いや、なんかちょっともったいないな。そこまでしたなら賢者の杖装備してくれ。さあ、威力の杖をスキャンすることによってね、またちょっと変わった効果になったりします。耐性が上がったりとか、まあ、賢さが上がるようになったりとかね。いろいろあるんですけど、まあ、おすすめはドラゴンの杖ですかね。ただ、ドラゴンの杖をスキャンすると回避率が下がっちゃうんで、で、これは言ってくれなさそうなんですよね。というわけで、今度は武器融合かな。魔導士の杖、みんなやったやつ。それみんなやるやつ。はい。これね、武器融合するんだったらね、順番は不動なんですけどね。はい。もう、一回失敗見てるんで、もういいっす。というわけで、海なり2スキャンするとみんな大好き。メドローアが打てるようになりますね。まあ、重そうもメドローア。どう見てもメドローアってか。打ってみるとわかるんですけど、どう見てもメドローアです、これは。賢者の末、白です。メラとヒャド。右手にメラ、左手にヒャド。ね、炎、氷、光呪文というね、素晴らしい技が使えるんですよ、メヒャド。多分見れなさそうですけど。アクデント、グレムリンか。おすすめチームにはほど遠い。炎と氷を使った、そしてついでに光も持ってるからね。はーい。止めんの早いな、このおっさん。マジックダブルスキャンした賢者の強い技はどれも強力なものばかり。たまにデメリットがあるってことは師匠言ってほしいな。たまーにマジックダブルスキャンするとね、なんかデメリット発生する杖あるんですよ。打撃耐性が下がるとか、回数が下がるとか、言ってほしかったな、師匠。そこはやっぱ重要なとこだと思うんだよな。
バトルマスターにはデメリットないんだけど、賢者は結構デメリットあんのよ。さあ、合体モンスター召喚。これはですね、もう最近バカほどやってます。本来はあまり実践的なテクニックではないかな。あまり実践で見たことはないです。どっちかというとロマン法、またはリーサルです。指示通りの方も3回召喚する。なんか嘘ついてるって。3回も召喚できないんだって。指示通りの合体モンスターを3回召喚。え？でもどういう感じになるんだ？え、3年生みたいになるの？忙しいな。合体モンスター召喚。出た！お馴染みだ。もはやお馴染みになってきた。合体モンスター召喚ちょっとルールが特殊なんでね、師匠の説明能力はちょっと、ウルトラキメーヤ召喚実は口頭で説明するのってすごい難しいんですよ。鬼コンボを最強ですときにテロップでポンって出しといたんだけど、あれ以上の説明は難しいな、文字で。文字の一行で説明してるけど、テロップで。いや、どう説明してくれるのか逆にちょっと気になってきた。さあ、なぜかキメラが2体います。合体モンスター召喚そのものは知ってるけどさ、どういう感じになるんだろうね。ちょっと予想できない。さあ、なんて言ってくれるの？合体モンスター召喚して説明しよう。はい。バトル中に合体モンスターを呼び出して強力な攻撃で放つ技だ。そうです。合体モンスターを召喚する。合体モンスター2体いるチーム。そうね。主人公を入れたかつ、合体モンスターの元となるモンスターが2体いること。そして、自分がもう1枚のモンスターカードを持ってることです。条件としては。スペシャルカードをスキャンする。同じタイミングでスキャンする。そうね。合ってる。そうだね。ただし合体モンスター召喚できる主人公だけだぞ。そうだよ。そうそうそう。これ勘違いしてたらね。モンスターマスターで、真ん中ナイトリッチで横、キメラ、メイジキメラだったらスターキメラ召喚できない。主人公が不思議な能力でモンスターになってるっていうね。なんかよくわかんないこう話ですよね。確かに。ウルトキメラ召喚するの。必殺技だぜ！必殺技出てます、このチーム、なんと。早いって。早いんだって。おー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 おおお必殺技出てるから、つい。で、このタブの中にですね、特殊合体っていうのがありまして、合体モンスターをね、使える状態であると、このタブ解禁されます。はい。基本的にここはミニアしかいないんですよね、ちなみに。はい、スタキュナ、じゃあ行きましょう。主人公がね、不思議な力で大変身。私はスターキメラ。一回だけしようかの。いくぜ、ブリザードダイブ、氷を取って、突撃！よいしょ、強いな、君。相手が弱いのか、こっちが強いのか。合体モンスター召喚だ。あ、なに、これでフェードアウトすんの。あ、なるほどね。うまいこと考えてくるな。あ、で、そのまま行くのか。これ3回目にわざと見せたらええ目やろな。ああ、うん、誰か分かった。影薄いやつだ。めっちゃ影薄いやつじゃないの、これ。めちゃくちゃ影薄いモンスター出てくるぞ、これ多分。一瞬これ見て、初心者の人さ、なんだって。キミラは分かるよ。これ分かんないじゃん、初見。レッサーデーモンとブレイズの登場です。これ真ん中がね、一瞬自分も想像つかなかったが。やることは単純ですね。さっきと同じことをやるだけだと思うけどな。結局特殊合体タブに全部追いやられてるから、間違えることは基本的にないはずなんですよ。合体モンスター出すだけなんじゃないかな、本当にそれこそ。デーモンキングを召喚するのだ。あ、もう本当にそれだけなんだね。じゃあ特殊合体タブからシャドウサターンを召喚するだけですね。はい。影薄いんだけど、デーモンキングはちょっと影薄すぎない？はい、というわけで、不思議な力で大変身、シャドウサタン笑って大登場、行くぜ！暗黒カウンダンと思ったらそれでスラッシュだったの？俺それも知らなかった。あ、ごめん。技すら知らなかった。三つ目なんだ？はい。影めっちゃ濃いのが来た。もうわかるじゃん。何が来るか。むしろさ、なんで今まで出なかったの？ようやくワンの合体モンスターじゃん。今までウルトラキメラとデーモンキング2じゃん。ワンの合体モンスターにしてやれよ。これはダークランサーをスキャンするだけですね。はい。
というわけで、スライムジェネラーションを動かすのだ。タンドラスラッシュ出して。ダメ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 。もうさすがにダメダメ。戻るのが大変。じゃあ、ダクラン君を。ここでダクラン君を出すことによってね。行きましょう。不思議な力で大変身。私はダークランサー。行くぜ、スライムジェネラー。行くぜ、刃を押して。スパイラルスパイラルスパイラルイエーイ。かっこいい。そんな効果あったんだ。合体モンスター召喚したら鬼コンボで何回やったか。だから合体モンスター、そう、これ言ってほしかった。合体モンスターを召喚するとスペシャルカードも使えないし、主人公攻撃、言わないの？それは絶対言った方がいいよ。合体モンスターを召喚するとスペシャルカードを使えない、かつそのターン行動できないっていうのは言った方がいいと思うんだよな。絶対絶対言った方がいい。さあ、なんだかんだで究極ダブス、もう最後じゃん。指示通りの組み合わせで勇者専用ウェポンダブルスキャンができれば成功だって言ってもさ、言ってもよ、勇者のウェポンダブルスキャンズは限られてますよ。間違えることはないよ普通。でも逆にどういう間違いがあるんだ。職が勇者の時に使える究極の能力だ。そうね、全部専用武器だからね。さあ、何にしてくれるんだい、何を出すんだい。バトルマスターや賢者みたいにその何かを能力を上げるとかはないんですよ、勇者って。だから単純になんか鋼の杉持っただけとかだとそれ戦士でよくねってなりやすいです。だから勇者はこの武器融合があってこそ勇者みたいなところありますね。はい、成功すればこれの武器とは比べ物になるほど強力な武器を装備することができる。そうっすね。はい、で何をスキャンするの。はい、天空の次に王者の感動。あ、じゃああれですね、じゃあ天空の次王者の剣からいきます。僕王者の剣派なんで、ロト派なんでね。おお、それを許してくれるんだ。あ、それは許してくれるんだ。なんだよ、なんでそれは許してくれるのにさっきの魔物使いを許してくれなかったの。なんでそれは許してくれんだよ。はい、おお、かっこいいのが来た。かっこいいの来たな。その勘違いしやすいけどさ、天帝の剣ね、天帝の剣装備してさ、天空の剣とかさ装備してもさ、兜つかないはずだよ。これかっこいいけど兜つかないんですよ。そう、これ天空だって天空の剣で兜ついてくれるんですけど、天帝の剣は兜つかないんですよね。個人的についてほしかったんだよね、なんか天帝の剣でも。天帝の剣なんだ。え、まさか終わり。あ、終わっちゃった。ついに勇者のウェポンダブルマスターしたぞ。マスターしてるというか勝手にできるんだよ、それは。凄まじい攻撃力を秘めている。そうね。アーマーかける竜の剣技。そう、アーマーかける竜の剣技ですね。はい。最強の武器を融合するのだ。メタルキングもらえた。さあ、もう終わりかな。あ、終わりっぽい。なんか、師匠から言葉もらえないんですか？もらえないですね。なんか、ないんすか？なんか。お、なんだなんだこれは。これ全部俺今から解説してっか。ちょっと待って待って待って、ダウンロードせよ。やめろよ。あ、頭頓官師範の証拠を手に入れた。あ、なるほど、全部のトレーニングを、クリアするともらえるのか。あのトレーニングさ、どうなの？2年やってる自分からするとさ、あのトレーニングちょっと不親切じゃねえか。ちゃんとデメリット言った方がいいと思うもん俺。